えらいでかい現場線。視聴者が楽しいでしょ、岡部だって。やめたんじゃないんすか。やめてませんの一言欲しいです。大丈夫です。まだ音楽他に行ってほしい。他に行ったりではない。もうなんかお前見せたよな、変なのその折って、こっちの協力者じゃない方の女の子が最後の電話言われて、今日電話あったの。今日もここ来る前に電話、今日材料仕入れて、はい、もうそれ元受けに行って、よし、はいはい、お疲れ様です。はい、久々になんか現場来たけど、えらいでかい現場線。なんか YouTube の視聴者、はい、オーナー様が、オーナー様が何から応募されたか、うん、データ見てたら、うん、YouTube 視聴者さん、聞いたわけじゃないんだ。聞いたわけじゃないです。あ、YouTube 見て、はい、何でもいらっしゃるんだろうな、でも見てって。いや結構大きいよ。大きすぎますね。あれ結構あんちゃう。はい。また形が特殊な。はい。結構こうおしゃれな。おしゃれですね。ぶら下がってますあれ。ぶら下がってるけど。はい。あれね、上がったり下がったり。いや、ちょっとわからないですね。誰ですか。視聴者が楽しいでしょ、岡部だって。はい、岡部。やめたんじゃないんすか。調べようのはあはい、知っちゃってた。なんか俺インスタにも来るんだ。インスタに僕電話来ました。インスタ電話来ました、視聴者さんから。僕宛てに、二階堂じゃんアカウントに。いや、僕の個人アカウントに。個人アカウントに。まだ飛んでない。は構成してます。何段あるんですかこれ、社長。え、すごい、6段。だけどあれだぞ、二階堂の種類は結構大きい方だけど、足場の外部はもっと大きいのに限定やってるし、外部って二階堂の仕事なんか今3分の1ぐらい。はい、すごくない、組み上がってますね。足場さんおったらさ、本当うち仕事安くやりますんで、回してください本当に。おるかや、岡部、久しぶり。お前まだ会社におったの。オルガーの。あれ、池ちゃんの時に出てね。池ちゃんの時出てますけど、まだ出て、これこの動画出てる時はもう池ちゃん出てますから、ね。ああ、そうかそうか。来ました。はい、ああ、しかし、はい。あ、いや、なんか。お前なんか音楽とっかに行ってほしい。とっかに行ったんではないし、もうなんか最近ちょっと固定し始めて。彼女が、彼女がいます。ええー、な。だけど気に入ってるやつ。まあそうです。まあこいつ好きみたいなやつ。好きっていうか、まあそんな感じ。なんでくれたんだよ、お前さわけよ。幸せや。俺が好きではないけどみたいな。それ動画に言うぞ、なにちゃん。いや、名前はまあ、好きみーちゃん。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 A ちゃん。A ちゃんコメント欄で私だよってコメントください。はい、その子に取材行きたいわ。うん、じゃあ、でももう頑張って、もうだってもう一回復帰してから1年かな。10月で1年復帰して。はい。休んでます。もうたまに体調悪くて。たまに体調悪くて。体調が悪くて。お前らの体調が悪いと財布落としたとか金がどうのこうのっていうのはもう一切聞きつけてないです。ご苦労様です。お茶出しちゃう。お茶、はい、はい、みんな飲み物、はい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 、いただきます。お疲れ様です。視聴者の皆様、岡部さんです。岡部くん、ここ暑いだろう。みんな待ってました。気持ちいい、気持ちいい。涼しくないやつじゃない。こんなやつの涼しい。あんまり好きじゃない。ボディラインが出る。だけどそういうのもこうしたってあるじゃん。こういう記事。おじさんが視聴者に挨拶したってなんか変なコメント。はい、やめてませんの一言欲しいです。大丈夫です。飛んでないです。どこ行った？飛んでないです。戻ってきました。あ？戻ってきました。仕事中。あ？仕事してました。何仕事だ？機械屋の仕事で。重量物。足場じゃなかったです。ジープ分かった。重機で、まあ、クレーンで、チェンブルとか、ワイヤー、すごいな。大きい建設会社さん、はい、結構 YouTube 見て、おじばの動画ね、おじばの動画見て、はい、そうそう、ほんで俺さ、お前見せたよな、変な、その、折って。こっちの協力者じゃない方の女の子から、体力が出るわ言われて。
悪いことしといて勝手にお前男作ってお前入れてるから入れてるのか知らんけどお前保証人になるかバカみたいなこと言ったやつにデルラインで送ってきてブワーって訴えてやるみたいな。で下げろみたいな。デラ入るでしょ真っ黒になっとるだろ、はい、行こう言って散々やったしあとね動画を上げるのなんでお前そういうこと言われるのマジっすか。もしやらない場合はあの私にも対処しますみたいな覚悟しといてくださいねみたいな。ミッシャーグッとしないですほんなら昨日からインクうわーって言ってくるかもしれない。ちょっとまあこの子ちょっとバー出しといてほしいよその間見せんけどまあその子もあるんだ。俺も黙ったとるけど本当に喧嘩言ったらもう負けるし。だってそいつの悪いこと一緒にやっとったんだから。動画が出てますね。はい。でも出てきたらしいな。出て、え？早いっすね。視聴者は分からない人もおるかもしれない、はい、その小島の女を何人もで今日電話あったの今日もここ来る前に電話今日電話、はい、本当は朝からここ来ようと思ってたんですけど訴えて今日一番最初に捕まった事件の人材料やから材料を仕入れて、はい、もうそれ元受けに行って材料代だけ先にもらって工事やらんと全部逃げとったんです。下手したら仕事しないと思う買ってもらっておると思うんですあっちこっちの材料とか材料を 買ってきて、はい、すごいで俺らだったら2万円かかるものが1万5000円買ってくださいって言ったら買うじゃん、はい、それ20個とかって結構な金額じゃん100万とかすぐ行っちゃうじゃん。僕の知り合いのペンキ屋さんそれやってましたよ。だろ、はい、そういうやつ多いじゃん、はい、だけど立証できるんだよ。そうそう現場があるから、ね、現場がなかったら詐欺になるけど、うん、この2人はどうですか。なんか岡部もなんか飛び上げ飛び用なんか視聴者が飛んどる飛びようご覧くらってちゃんと説明したから俺インスタとかめっちゃ個人のインスタにめっちゃ来るから来るっすね。でも来るなら岡部さん飛んだんですか。だけど YouTube のビデオすごいな、うん、そうだけど相当来たんですよ。めちゃくちゃ来た。お疲れ様です本当に大変でしたねとか言って言うのに締めたんで大変だったから大変だったなちょっと反射みたいなやつで言ってなんか怖かったんでちゃんとあいつが言い出してどうしようかよちょっと俺手こうやってあ、やめえやとか言ってちょっとこうやってやろうと思うなんか出るですあれ動画になってるけどまあまあこんなやつ来たよな強い絶対強い人来た俺の車がボーンってわーって後ろに回ってバーバラーって感じで結構大変だったぞあれ、うん。そこに撮る小島さんも撮るんですよ。あ、これ来た瞬間痛いみたいな勝ちゲームみたいなちょっと撮ってたよ。勝つけどね。あ、ほんでこれが何日くるんだっけ。あ、2日目今で1日半ってことですか。1日半そうあすごいな。上映も半分だよ。ちょっと暇なんだ。半分ってほどじゃないですけどチーム1チームはまあ応援で、まあ、5、6人って感じか。そうですね。まあ、お前も行って応援なのかな。僕は今日は重要重要応援って何僕もまあ応援してるお前だったらもうやってないうちは基本僕は応援してる。久しぶり出るから口回るのでしょ。でもハッタリコースいつものその感じああいうのが好きだよ。なんかちょっと動揺しようよ。まだちょっと喋りないみたいな元気ない元気しかないですでも出張戻ってきて、うん、もう見るからにめっちゃ痩せたんですよ。熊本でマイナス8キロしたんですよ、うん、で、また3キロ、4キロぐらい太っちゃった。でもちょっと細くなってるちょっとちっちゃく感じる、うん、前ほんのちっちゃかったからだなんかレイと身長変わらんくね、うん、だけどそあ全然いや、まあまあ、もっとめちゃめちゃでかかったイメージだけどカンタと一緒、うん、あ一緒ちょえいや、カンタめっちゃ背筋だいや、ちゃんと伸ばしてないですこれいや、いい勝負じゃね。何でしょ、真面目な仕事話しようね。なるほど、何日もあるの何平米あるの1600えぐ内部のん内部ステージだわ。あ、内部きついやな。実際にさ、まあ、ちょっと宣伝みたいな話したらなんですけど内部の勝負って、だって結構元受け前後とかの勝負どうだろう。どれぐらいの平米大きいやつだった改修ですね、うん、今新築でも改修新築だったら今も全然15階建ての、うん、何平米9000ぐらいあるんですか。まあそうだな、15階建ての15階建てですよ。この上見えんだよ段々になるあんま段差あるぞ20段以上あるって20段だね、これで9段だね
7段か、1,2,3,4,5,6 段、まあまあやっとるね。値段もそこそこ、まあうちはまあ営業管理がいないから足場に関しては、はい、だから値段はそこそこ勝負できると思うから、難しい、ぜひ、まあ、一回俺が喋ってもいいし、まあ、なんかシンプバーってやったらお金とかのやつがよくわかるけど、まあまあ、ちょっとね、ちょっとある程度もう間って話聞きながら誰やらとか、最初の1件2件はじゃあ先回り、まあ塗装屋さんでも困っとるとかやから、こいつは全然もう塗装の足場天才だから、はいだよな、はい、まあ、本当にそこはもう塗り替え道路なんて職人も言うだろう外注に足場組ませると、はい、高くてさらにそうですね、軒の高さが合わないとか、困るのはやっぱベランダを外平米も外平米細かいとこ食いてかんもん、ベランダを中とかあったら便利なのに組まないとか、そうそう、はい、そういうのもやってるんで、しっかりやってるから、ぜひ、うん、なんか仕事の先生みたいになっちゃったから、まあ、ぜひまた声かけてください、はい、また岡部もレイも一応健在なんで、飛んだらしっかり動画にさせていただきます、きっちり終わせていただきますんで、はい、ぜひまたチャンネル登録いいねお願いします、お願いします、あとあの岡部の動画見てない人はぜひ、はい、そちらも三部作で完結しましたので、はい、あ、応じますね、応じます、応じます、はい、岡部が飛んだ動画、はい、実は三部作今から撮ろう、今から見てください、お願いします、はい、お願いします、せーの、もう女できたんですか、こいつら女周りで証拠しまいや、出会いだろ、こいつ建物の全体像紹介してほしいよ全体像を撮ってきます、はい、お待たせしました、建物の全体像を撮りに来ました、中こんな感じです、すごいっす、外こんな感じかな、外はこんな感じ、下こんな感じです、黄色いヘルメットが見えます、屋上です、あーなるほど、うわすごいわ、これ水回ってますね、これ水入ってます、これはすごい、雨持ってますね、雨シール切れてんのかな、うん、以上です、また見てねー。